おはこんばんにちは。ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。今回は7月3日から9日までのファミ通調べ売上ランキングを確認していこう。果たして今回の1位はどの作品かってところね。新作もあるが、存在感があるのはこれまでの作品となりそうだな。ファイナルファンタジー16の売上もどうなっているやら。そこの数字を持っていろいろ言わなあかんこともあるかもだな。お説教にならんことを祈るわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずは、いつも通りゲームハード売上から。任天堂スイッチとなるな。さすがにちょっと落としたとはいえ、まだまだ盤石。有機EL モデルについては、今回の集計で累計500万台を突破したな。有機EL モデルは2021年10月8日発売。2年かからずに大台突破は確かにすごいわね。大きな特徴としては 6.2 インチから7インチとディスプレイが大きくなったことと、有機EL ディスプレイの発色の良さもあろう。他にもスピーカーが新しくなっているし、テーブルモードで使用する背面スタンドの安定性もアップしている。本体容量が倍になっているのも見逃せないところ。と言ってもマイナーチェンジで、価格も通常モデルよりお高いこともあるし。最大の特徴の有機EL ディスプレイは据え置きで使うなら関係ない。そういう部分があったにしても、売れている事実がスイッチの勢いを示しているな。さて、今回はご視聴者様にとったアンケートも紹介しておこう。スイッチの所持状況を伺ったのね。当然といえば当然だが圧倒的普及率だな。2台以上持ちの皆様も2割に迫っている。7月中にはトータルで累計3000万台もほぼほぼ突破となるし、今後も展開含めて注目だな。コメントでもティアキンをプレイされておられる人が多かったけど、任天堂オンラインやアケアカでレトロゲームを楽しんでおられる人も結構いるわね。個人的にもこのバランスで楽しむのが好きです。携帯機としても活躍して3万円台で買えるハードというのはやはり魅力だな。いつも投票、コメントありがとうございます。毎度ご協力ありがとうなのぜ。それでは、お次は PS5。こっちも勢いがついてもらいたいものです。まだ公式に発表があるわけではないが、PS5 スリムが出るというお話も。マイクロソフトから情報が出たわね。もともとずっと前からディスクドライブを外付けで装着できるモデルのお話はあったからな。価格面やら本体がどれほどスリムになるんだ、って話もあろうが。ここを普及のための大きな起爆剤にしたいという思惑はあろう。他にも周辺機器では大きな動きはあるしな。アクセシビリティコントローラーとなるアクセスコントローラーは、発売日と価格が発表になったぞ。ほうほう。こちらもファミ通の記事を引用するが、発売日は12月6日。価格は 12,980円。幅広い身体的ニーズに応える製品で、様々なカスタマイズが可能で、あらゆる方が、より簡単に、快適に、そして長い時間ゲームをお楽しみいただけるようにサポートするとのこと。どれほどのものとなっているかね。個人的には多様性の需要とはこういうところで全力を出していただきたいものです。このコントローラーが持つ可能性には注目したいところだな。PS 関連の動画はお説教多めになるかもですが、改めて近日動画投稿予定です。気持ちはわからんでもないがほどほどにしてくれよ。そして、Xbox シリーズ XS。シリーズ S の55台って本当に合っているのか。そこを疑い出すと数字自体信用できなくなるが、キャンペーンやセール期間も終わり、落ち着いてきたのは事実だろう。さっき Amazon ランキング見てきたら、PS5 本体と SSD に挟まれてコントローラーが6位にいたわよ。PC 用の需要も考慮に入れてももうちょい本体は売れてもよくね。もうちょい日本でのプロモーションはやってほしいところだな。こっちも盛り上がってこそのゲーム業界。マイクロソフト的にはまだ渦中のあくぶりの買収を早く成立させたいことだろう。買収承認はアメリカでの決着を持ってあとはイギリスよね。ブルームバーグの記事を引用するが、先日我々もお伝えしたアメリカの裁判は、マイクロソフトの勝利という判決となったが、アメリカ連邦取引委員会 FTC は、裁判所が出した判決を不服として、上訴する間、買収完了の一時差し止めを求めたが、これは退けられている。戦えるなら徹底抗戦って感じやな。FTC 様は、さすがによほどの新たな証拠や材料がないと、この要求は通らんのは素人目に見てもわかる。動画投稿時でどうなっているかはわかりかねるが、個人的にはアメリカでは買収承認の流れとなると思う。まあな、さすがにもうええで。
そして、イギリスでは市場調 CMA が懸念したクラウドゲーミングの部分で、調整案として、イギリスのクラウドゲーム事業の経営権の一部を手放すことなどを検討していると、こちらもブルームバーグが報じている。こっちも終戦は近いな。以前に我々がお伝えした裁判判決の動画にて、説明が足りなかった部分もお伝えしておこう。主に争点となっているコールオブデューティシリーズの PS での展開について、マイクロソフトは PS 含めマルチに展開することを公に約束しているが、SIE がどういう判断をするかというフェーズに現在はなっている。以前にマイクロソフトが提示した10年契約という落としどころで納得しろよ、とは言いました。また、このあたりは新たな動きとなればお伝えしていこう。どっちにしても、Xbox シリーズ XS はゲーパスでのプレイも気軽にできる両ハードだ。直近ではカプコンの新作エグゾプライマルもゲーパスで同日配信となっている。この作品もどうなるかね。どっちにしろ、健全に競争してユーザーを楽しませてもらいたいものです。それではソフトランキングといこう。10位はエブリバディ1、2、スイッチ。前回初登場より売り上げ伸ばして上位にランクインしたわね。これは朗報だな。ぶっちゃけ、認知度だと思うのよね。マジでなぜ任代で宣伝しなかった？って思うわよ。前回に我々も言ったが、大人数でのプレイが最大のアピールポイントとなるので、ややニッチな需要となることを任天堂も分かった上での対応だと思うがな。スマホをコントローラーにできる機能は否定したくないしな。日本にどれほどいるかわかりませんが、よく大人数のパーティーの感じをするという人ならマストバイだと思います。この価格なら経費で買っても、とも思うな。9位はこちらも体感ゲームのリングフィットアドベンチャー。こっちも前にも言ったけどなくならないフィットネス需要。海はもちろんだが、夏は必然的に薄着になるし色々ごまかし期間しな。まあ、まんじゅうである私には関係のない話よ。都合のいい話だな。8位はスマブラ SP。こちらもマジで売り上げ落ちない。続けて7位はスプラトゥーン3。前回は買いだったけど舞い戻って参りました。こちらは週末にフェス開催となるな。ストロベリーで参戦しますので、よろしくお願いします。さて、グッズでは品切れになっていた小ジャケも再入荷となったようだ。15日に任天堂大阪に行くので、こっちもチェックしておきますよ。6位は任天堂スイッチスポーツ。定番ソフトが続くわね。買いで確認するが、今回はちと新作の勢いが弱かったかもだな。恋もど定番のマイクラとなるな。毎回だけどこのあたりは不動だな。そして4位は超探偵事件簿レインコード。前回初登場1位だったけど、この1となったか。ややロード時間が長いという不満点はあるが、評価は概ね良好。もともと多くのスイッチユーザーには弾丸論破シリーズの流れを組む本作は、認知面ではまだまだかもしれないが、まだ伸びしろはありそうだな。それでは、上位の前に回も見ておこう。新作はまず、プリティ、プリンセスマジカルガーデンアイランドが登場。日本コロムビアの作品か。ジャンルはキラキラ箱庭シミュレーションと歌っており、廃れてしまった王国のリゾート地キャロットを素敵なリゾートに蘇らせることを目指す。本作は、女の子の憧れを体験できるゲーム、として、2019年12月に発売したプリティ、プリンセスマジカルコーディネートのシリーズ新作となる。女の子の需要はがっちり抑えているな。そして、こっちは男の子の需要が強そうな F123 も登場だ。エレクトロニック、アーツの F1 シリーズね。理由は明確になっていないが、パッケージ版の発売が遅れていた。デジタル版は6月に発売になっていたから、その部分で売り上げ振るわないってこともありそうね。とはいえ、F1 レーシングを疑似体験するという点では良いコンテンツだし。VR にも対応しているので、F1 でワクワクする皆様はチェックしてほしい。そういや、前回登場予定として紹介してた作品は？ああ、リトルフレンズパピーアイランド、と、チコちゃんの脳活研究所、だな。需要的にランクインすると思ったんだが、残念ながらランク外となっているな。わかりやすい需要を狙っても厳しい時代ではあるのか。ライバルに携帯アプリなんかもあるし、そう簡単にはいかないんだろうな。さて、それでは上位に戻ろう。3位はマリカ8デラックス。新作が少なければ確実に表彰台に立つ化け物ソフト。さて、映画効果なんぞなくても売れる作品だろうが、映画も売上効果に影響はしているだろう。映画はいつまで公開となるんや？それ自体はわかりかねるが、夏休み需要もある8月中は全国で公開されていると思う。
とはいえ、1日の上映回数はやや減る可能性もあるので、劇場で見たいって人は早めに検討してほしいな。今後ブルーレイや DVD で家でゆっくり見るのもありだと思います。私は小ネタ探しは家でゆっくり探そうと思います。さて、そして2位は、ファイナルファンタジー16となるな。まあ、このぐらいの数字には落ち着くか。個人的にはもっと売れてほしい気持ちはあるけどね。プレイ状況としてはどうだ？ファイナルファンタジーチャレンジを中盤まで進めております。ムービースキップしているとはいえ、結構時間かかるわよ。サブクエやモブハントも含めれば、100時間プレイも普通にあるレベルだからな。そこまでやり込む人がどれほどいるかって話ともなろうがな。個人的に問題点はないとは言わないけど、楽しめてはいます。まあ、カスカスになるまでやり込んでから総評としようか。今後今プレイしている人たちが徐々にクリアすることで評価は定まってくる。まだ確定はしていないとはいえ、DLC 展開などもあるがまずはそこから売り上げがどうなるかだな。個人的には PS5 を持っているなら、体験版はマストプレイレベルでおすすめします。ただ PS5 本体ごと買ってまではさすがにおすすめいたしません。我々としては本体購入を牽引するほどのキラータイトルとの評価とはならんな。良くも悪くも人を選ぶ作品ではあるからね。現時点で PS5 を持っていない人は慌てる必要はなかろう。今後、お得に購入できる可能性もあるし。価格による相対的評価もあると思います。ぶっちゃけると1万円出すのと5000円で買った時の評価は違うと思います。マジでぶっちゃけだがな。我々が発売前に危惧した新作パッケージ価格の暴落というのは消化率見るにあまりなさそうだ。そこは朗報。不当に評価が貶められることはなさそうね。その分、中古価格でシビアな評価とはなるがな。このあたりの動きも適時お伝えしていこう。少なくとも PS5 独占作品としての需要は健在なので、今後も PS5 作品の筆頭格であることは間違いないがな。さて、もうこの時点でお分かりだと思うが今回の1位は、ゼルダの伝説ティアーズ・オブ・ザ・キングダムとなるな。3週ぶりに首位に返り咲いたわね。メインストーリーはクリアされた人も多くはなってきただろうが、まだまだ遊び足りませんよ。私は現在各シチュエーションで最適な乗り物作成に勤しんでいます。たまにハオウマさんも使ってやれよ。前作ブレワイ自体がゼルダの当たり前を見直した上での神ゲーであり、そこから本作ティアキンにて大きなムーブメントとなった。難易度としては簡単なゲームではないが、新規層はもちろんのこと、昔にゼルダシリーズに触れていた人も興味を持ち、ハマるパターンというのもあると考えると、やはり今後も売れ続ける作品だろうな。自由でありながら、致命的なバグがないのも評価点です。このあたりはいろんなゲームで特定状況下においていろんな検証を行っておられる図書腰という、ゲーム実況者様の動画でもいろいろわかるところがあります。面白い結果を狙って意図的にバグらせようと必死だが、まあまあティアキンでは苦戦しておられるな。同志の YouTube チャンネルリンクは概要欄に貼っております。さて、今回はティアキンが首位に返り咲いたが、次回はカプコンの新作であるエグゾプライマルや、マリーのアトリエリメイクも登場予定。忘れてもらっては困ります。私たちが活躍する東方新世界も登場です。次回も見どころだらけなのでよろしくだ。このチャンネルでは有意義なゲームライフのための情報提供をしてまいりますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。今後ともよろしくなんだぜ。